スバル1500は、富士重工業が試作開発した小型自動車。1954年に最初の試作車が完成。富士重工業最初の乗用車であり、日本で初めて降るモノコック構造の車体を採用した画期的な存在であったが、わずかな台数が試作されたに止まり、諸事情から量産、市販されなかった。開発時のコードネームは P-1。 4ドア6人乗りのノッチバックセダン型小型乗用車。外見的にもスペースを有効活用したポンツーンスタイルを用いた近代的デザインを備えて、いたが重要な点として軽量化のために、日本の乗用車では初めて、世界でも早い時期の降るモノコック構造を採用していた。前輪は、ウィッシュボーン式独立喧嘩方式でコイルバネ、複動式、オイルダンパー支持。 後輪は、車軸喧嘩方式で、フリクションの少ない三枚板バネと副動式、オイルダンパーを組み合わせたサスペンションを採用。乗り心地は好評で、ボディ足回りの耐久性は、同時期の他の日本製乗用車より引いてていたという。駆動系統は、1.5リットル級の水冷直列4、気筒オフエンジンをフロントに搭載し、プロペラシャフトを介して、後輪を駆動する。 開発当時における一般的手法が用いられた。愛称は当初社内募集だったが、パンサー、フェニックス、バンドを太郎など、親しみを持ちにくい、外国語案や自動車としては、キーな名称が集まり、すべて却下された。結局、富士重工業所代社長の北健次が、旧、中島飛行機系、企業5社とそれらの合同で成立した富士重工業を、 スバル星の六連星になぞらえ、自ら、スバルと命名した。スバルの名称を使用した、最初の自動車である。旧中島飛行機を前身とする企業の一つで、群馬県伊勢崎市に本拠を置き、バスボディ生産を主力事業としていた、富士自動車工業での社内プロジェクトが起源である。1950年。 富士自動車工業専務取締役の勝林敏夫は、普通乗用車の開発を企画した。伊勢崎でのバスボリ生産は好調だったが、当時の日本のバスボリ市場は過藤競争状態で、パイが限られ、将来的にこれに頼り切ることは、好ましくないと考えられたからである。石油供給の好転や朝鮮戦争による、特殊景気も新たな事業拡張の好機と考えられた。 1951年1月、富士自動車工業の設計係長であった、桃瀬進六は松林から乗用車開発を命じられた。桃瀬は長野県塩尻市出身で、戦時中に東京帝国大学工学部を卒業して、中島飛行機に入社、航空エンジン用の排気タービン下級機開発に取り組んだ経歴もあったが、戦後伊勢崎工場所属となり、もっぱら。 バスボディの設計に当たっていた。モモセはバスボディ設計の傍ら、文献を写真複写する写真家を伴って東京の GHQ の図書館に幾度も通った。こうして海外の自動車に関する最新の資料を収集し、これを研究することで開発の素地を作った。その結果、当時の小型車、規格いっぱいのサイズである。 排気量 1500cc のセダンを製作することになった。1952年6月、中島飛行機時代から現場で叩き上げた、ベテラン技術者である、小口る門と、東京大学卒の新人であった、室田光造が、桃瀬の下に配属され、彼らを中心とした小チームで、桃瀬を主任設計者として 1500cc 級の乗用車開発を開始した。 一からの自動車開発は初めてであるだけに、関係者は自動車を理解することから開発を始め、苦心を重ねた。試作車 P-1 のメカニズムは極力先進的な内容を試行し、当時の日本車ではとかく重量が重みがちであったことを念頭に軽量化も考慮された。もっとも、試作過程ではボディの製造が間に合わず、先行して製作された。 ドライブトレインをトラック同様の仮のチャンネルフレームに組み付け、フォロー貼られた仮の車体を組んで試走を行う試行錯誤もあった。この試走用チャンネルフレームは、社外の冷細な鉄鋼所に外中したが、重量が予定を大幅に超過し、開発陣を悩ませた。開発期間中に、旧中島飛行機警護企業の出資により、富士重工業が設立され、 1955年4月には、母体5社が、富士重工業に吸収、合同することになるが、開発自体はそのまま続行されていた。1954年2月には4台の試作車が、完成。桃瀬進六が、上司の少林敏夫に試作車完成を報告すると、松林は、では試しに、成田山まで行ってみようと発案した。桃瀬らはトラブルを危惧しつつも、 伊勢崎から成田まで、悪路の多い関東重走ドライブに出発したが、試作フレームでの思想を繰り返した実績もあって、大きなトラブルもなく往復ドライブを完遂した。この車に当初積まれたエンジンは 48PS の 1.5L 水冷直列4気筒オフエンジン、FG4A 型であった。これは、富士精密工業が、プリンス自動車の依頼で製作したエンジンであり、フランス社。 福祉202のエンジンをベースに排気量を拡大して1952年に開発した製品であった。プリンス以外のメーカーに f g 4 a エンジンを供給する了承はプリンスから取られておらず、同クラスの乗用車を生産していて競合するプリンス側からの抗議もあり、富士精密からのエンジン供給は途絶した。富士自動車工業側はこの事態を予測しており、対策を打っていた。 当時の富士自動車工業は、自動車用には大きすぎる、軽飛行機用エンジンと、小さすぎるスクーター用や汎用エンジンしか、作っていなかったため、同じく旧中島飛行機系、グループ企業で、エンジン開発力のある大宮富士工業に、代替エンジン開発を依頼した。大宮富士工業では急遽、少数の若手スタッフの手で、水冷直列4気筒をオフ 1.5L の L4 から1型、 エンジンを開発した。L-4 はブリティッシュフォードやボックスホールなどの戦後型イギリス車エンジンを参考に開発されたもので、戦前がタップ上ベースの FG4A よりも近代化されており、重量は20%以上も軽量、出力はより高い 52PS、最大トルクも 11kgM を達成して P-1 中気ガ対抗の性能向上を実現。 大宮富士工業の技術力を示した。試作者は、翌1955年4月までに、合計20台が製作された。うち11台は FG4A 型エンジンが、残り9台は L4 から1型エンジンが搭載されていた。14台はナンバーを取得し、うち6台を伊勢崎市、大田市、本庄市でタクシー会社向けに販売し、約1年間モニターをしてもらった。 残りは自家用を兼ねて別にテストを続けた。テスト結果はどれも好評だった。また1957年に行われた運輸省の性能テストでも最優秀の成績を収めている。P-1 の自動車としての完成度は高いものであり、富士重工業社長の北健二もその将来性に期待を置いていたが、発足したばかりの富士重工業の経営的見地から、 判断した場合、国内にも先行メーカーが多数存在する 1500cc 級乗用車の市場へ新規参入するのは、賞賛が薄いこと、またボディ、エンジンとも量産体制を整えるための投資が課題であることが問題となり、1955年12月9日、スバル1500の本格量産計画は正式に見送られた。こうした表向きの理由とは別に、 当時富士重工のメインバンクで日産自動車の支援を行っていた日本工業銀行とプリンス自動車に多額の出資をしていたブリジストン会長石橋正二郎の意向があったと言われている。また T-10 と呼ばれる小型トラックも3台試作されている。試作車のうち残存するものはスバル群馬製作所八島工場内のスバルビジターセンターに展示されている。 富士重工はスバル1500の正式販売断念と同時にスクーター用エンジンのラインで生産可能な 356cc2 気筒エンジンの開発、並びにそのエンジンを使用した軽自動車の開発に着手した。開発メンバーもスバル1500と重なっており、360の開発には先行した P-1 での経験が多く活かされている。 このプロジェクトに関してはスワル360を参照のことありがとうございます。